こんにちは。今回は疑問詞1です。みんなの日本語を使います。見てください。疑問詞1。誰、どなた、一家です。男の人と女の人がいます。男の人は森永さんです。女の人は江崎さんです。文系です。あの人は 誰ですか？あの人は森永さんです。あの人は誰ですか？あの人は森永さんです。話します。あの人は誰ですか？森永さんです。あの人は誰ですか？森永さんです。次です。文型です。 あの方はどなたですかあの方は江崎さんです。あの方はどなたですかあの方は江崎さんです。話します。あの方はどなたですか江崎さんです。あの方はどなたですか江崎さんです。次です。 疑問詞に、何歳、おいくつです。一家です。病院にいます。受付です。女の人がいます。文系です。あなたは何歳ですか私は二十歳です。あなたは何歳ですか私は二十歳です。話します。 何歳ですか二十歳です。何歳ですか20歳でですすか次です。文系です。あなたはおいくつですか私は30歳です。あなたはおいくつですか私は30歳です。話します。おいくつですか ?30 歳です。 おいくつですか ?30 歳です。次です。男の人と女の人がいます。女の人、りんごがあります。文系です。これは何ですかそれはりんごです。話します。これは何ですか リンゴですこれは何ですかリンゴです次です男の人と女の人がいます男の人、リンゴがあります文型ですそれは何ですかこれはリンゴですそれは何ですかこれはリンゴです話します それは何ですかりんごですそれは何ですかりんごです次です男の人と女の人がいますりんごがあります文型ですあれは何ですかあれはりんごですあれは何ですかあれはりんごです 話しますあれは何ですかリンゴですあれは何ですかリンゴです次です車の鍵です文形ですこれは何の鍵ですかそれは車の鍵ですこれは何の鍵ですかそれは車の鍵です話します これは何の鍵ですか車の鍵です。これは何の鍵ですか車の鍵鍵でですすか車次です。机の上に本があります。文系です。それは何の本ですかこれは日本語の本です。それは何の本ですか これは日本語の本です。話します。それは何の本ですか日本語の本です。それは何の本ですか日本語の本本本でですすか日語次です。CD です。文系です。あれは何の CD ですかあれは日本語の CD です。 あれは何の CD ですかあれは日本語の CD です。話します。あれは何の CD ですか日本語の CD です。あれはい、今回はこれで終わりです。ぜひ覚えてください。じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。